おい、暗くなってくぞ。あいつのせいか。聞いたことがある。いろんなものに擬態して獲物をおびき寄せ襲いかかるモンスターミミック、その中に機械のエネルギーを好む変種がいるってな。エネルギーがなくなると強いモンスターが出てくるんだろう。それだけじゃない。ミミックは暗くなると凶暴になる。ああやって動力チューブに張り付かれたらどんどんエネルギーを食われて暗くなっちまう。失ったエネルギーを取り返すにはバッテリーミミックを倒せばいいはずだ。さあ行くぞ。ミストが荒れているわ。大物が近いな。さすがは将軍閣下。裏切り者だ。
どうだかな。この目で見たわけじゃない。兄さんが見た。レックスか。二つ下の弟がいると言っていた。そうか、君なのか。彼はあれからどうし、死んだ。残念だ。お前がやったんだろ。君に真実を伝えるのが私の務めだな。レックス、レックスです。ショックは死にました。二つ下の弟がラバラスさんに逃げたんです。おしゃべりしてる暇ない。無事でしょうか。大丈夫です。でも調印式が終わっていたら。諸君、いえ、先に行ってください。足で待っていたって。まずは諸君の方法のために。どうして、あなたが、なぜこんなことを。陛下は売国奴だ。双子の弟？できすぎだ。回りくどい陰謀だが筋は通ってる。あいつ似てたしな。信じられるかよ。無理もない。私がレックスを巻き込んだのだ。すまなかった。あんたの仲間扱いされて兄さんは何もかもなくした。今さら。私はいい。彼を信じてやってくれ。彼は立派な若者だった。最後まで祖国を守ろうとした。いや、弟を守りたかったのだろうな。あんたが決めるな。ならお前が決めろ。楽になれる方を選べばいい。どうせ戻らない。
ダルマスカの風がこれほど懐かしいとはな。ここどこだ。どうやら東ダルマスカ砂漠だ。日上がる前にラバナスで戻るぞ。構わんな将軍。ああ、一刻も早く戻りたい。人々は私を恨んでいるだろうが、果たすべき務めがある。